皆さんこんにちは日本のグローバルピースファンデーションの代表理事をしております後藤彩と申します、えー、朝鮮半島の異シに関してのこのビデオのプレゼンテーションに皆さん見ていただいて本当にありがとうございます今日は特別に東京大学の名誉教授の小川晴久先生に来ていただいてます今世界中で注目する異シューというのがやはり朝鮮半島の問題ではないかと思います特にまた 日本と韓国との関係がとても厳しい状況でありますので私たちがその背景にあるまた歴史的な思想的な精神的なものをたどりながら今日はその行くべき道について考えていきたいと思います。小川先生は東洋思想の専門家でいらっしゃいますしまた北朝鮮の人権問題についてもさまざまな広い活動をされてこられました。小川先生 ままずあの自己紹介の方かからししていただけますでしょうか大学院の博士課では中国哲学科に籍を置きましてまあそれであれですね講師とか孟師とかですね <laughs> そういうあの基本的なものあるいはまあ朱子学的なもの陽明学的なものもまあ勉強はあのしたんですがありがたいことに ICU というあの国際イキリスト教大学っていうのがあの東京にありますけど そこで朝鮮の歴史を教える非常勤講師で週1回教える機会に,機会に恵まれまして、はい、朝鮮の歴史ですね主として近代以後なんですけどある時には古代からも教えざるを得なくてまあそんな勉強もできましてあのえそうですねまあ60過ぎまで来たんですがあの 今から25年前1993年8月にあの北朝鮮の山の中に恐ろしい強制収容所があるということを初めて知りましてで体験者の手記もその頃あの日本で翻訳されたりしましてこんなにこうひどい場所があるのか山の中にですね。で 本当にびっくりしましまた。で私若い頃二十歳以来の頃はあの朝鮮民主主義人民共和国、まあ、いわゆる北朝鮮を評価し支持してたということがあったもんですからあのそれであのものすごく責任を感じたわけですね。でえー 高校時代まではノンポリティカルなあの人間でしたけど大学に入ってあの、まあ、マルクス主義っていうのがあることを知ってですねそれで、まあ、私は神を信じないというか唯物、まあ、論の立場を取りましたからあのであの、まあ、ソ連は ああの社会主義国であったし大陸の中国も社会主義であって北朝鮮も社会主義であったとそれで、あのーまあ、ですから私も、まあまあ、社会主義を志向する青年の一人であったんですでところが、あのー、1970年代に入ってですねこちらの韓国があの、まあ、パク・パクチョンヒという軍事政権が続いてましてね でキム・ジハという詩人が捕まって死刑判決を受けたりしまして日本でまあキム・ジハの救援運動なんかが起きるんですがそれでだんだんと今度は韓国に関心を向けるようになったんです。はいはい、それで1978年1年機会があってあの遠征大学の国学研究院というところに1年世話になりましたその時それはあの本殿王交太用の研究ですね のために一年来たんですけど、そこで韓国語、朝鮮語の勉強を始めまして、それであのあのまあ朝,朝鮮の歴史17世紀18世紀のまあ歴あの思想の勉強がそこで始まるんです。それからまたあのその一世紀前にはえー、っと一世紀 2世紀にななるのか李泰恵というですねあの韓国で一番尊敬されてる朱子学者がいますね李泰恵李泰芸という、はい、それからそのその後イエル国・李立国というあの学者も出ますけどその李泰恵や李立国の国際会議がこう開かれますとそれに参加してですね、はい、1>, 1年に1回ぐらいあの そういうい会議に参加して、えー、韓国語で発表するというあの営みを続けてでまあ本当は英語が一番強くなくちゃいけないんですけどあ,のあまりそれは上達しなくてで中国語の勉強も少しはするんですけど韓国朝鮮語が 一番できるようなな人間になりましたそれでその1993さっき申しました今から25年前にですねその北朝鮮の山の中に恐ろしい収容所があるということを知ってすごい衝撃を受けてそしてまた責任も感じてというのはマルクス主義マルクス主義を選択した人間としての責任なんですね。あのそれにはグラーグっていう収容所が 長い間存在しましたしまた中国にも労働改造所というその強制使用所が存在していたし、はい、で北朝鮮はあの北朝鮮当局は一切認めてないんですけど管理所管理所というです、ね、番号をつけた15号管理所というのは管理所という名の強制使用所が北朝鮮にあることを知ってそれであのわ私の世代の人間として これは一日も早くなくさなくちゃいけない解決しなくちゃいけないっていう形で、はい、まあ北朝鮮の人権問題とりわけ強制使用上なくす運動をこの二十五年間してまいりました。それでその中でね、とてもあのありがたいと思ってますのはですね、あのまあ人権運動ですからそれに携わった結果ですね、人類が生み出した あの文化で最高のものは何かって問われたらですね。それは人権の思想だという風にはっきり答えられるようになったんです。えそれであのマルクス主義の立場からします。と、あの階級士観というんでしょうか？全てまあ階級という視点でものを見ますので、例え17世紀18世紀にヨーロッパでですね。百科全書派がこう出たとしても人権の思想が。 まあイギリスなりフランスであの登場したとしてもそれは当時の支配階級ブルジョアジーの思想であってしかもその良質な思想であるっていうような捉え方するんですねマルクス主義は。だけどまあそれはあのそういうところあったかもしれませんけど今もう21世紀ですねあるいは今世界人権宣言っていうのは1948年にあの12月10日に世界人権宣言が発表されますね。 これはもう人権思想のまあ何て言うんでしょうあのエッセンスなわけですけどえそれをですね階級的な視点ではもう分析できないと世界人権宣言には階級性はないということを私は人権運動をしてそれを理解することができるようになったんです。でその一つの例を挙げますと あの世界人権宣言を具体化した国際規約が2つあるんですね。一つはあの、えー、市民的政治的権利に関する国際規約ともう一つはそのあの経済的社会的文化的権利に関する国際規約っう2つあるんですが。 最初の,あの市民的運動というのはまあ普通 B 規約と言われてるんですね。でその経済的運動というのは A 規約と言われてるんですけどまさにまあ人権そのものといったらその B 規約の方なんですね。でその第10条にですねあの自由を拘束された者も人間の尊厳は尊重されなきゃならないという規定があるんですよ。で自由を拘束された人間っていうのは 刑務所の囚人なんですね具体的な例としてプリズン監獄に捕らえられている人ですね自由を拘束されている監獄の囚人もその人の人間の尊厳は尊重されなきゃいけないという指摘なんですよそれは最低限の自由は保障されなきゃいけないと最低限の自由じゃないんです基本的な自由人間の尊厳なるほど人間の尊厳は尊重されなきゃいけない これはこれからね500年たとうと1,000年たとうと、はい、そのその指摘その命題はあのそのまま輝きますね、えー、ですからそれがね世界人権宣言の中にあ世界宣言を具体化したあの市民的政治的権利に関する国際規約の第10条にあるんですよ。えーはい、ですからもう世界人権宣言の思想っていうのは階級性をあの 超えてているるとと普遍的なものを獲得しているとそれがね単なるその歴史のあれ思想の勉強だけしてたらその認識までは至らなかったでしょうしかもマルクス主義者としてマルクス主義を選択しているとしますとねそうするともういつの時代もこう階級制だ階級制だとそれがなくなるのはもう共産主義の社会になってまただいぶ経ってから階級制はなくなるんだっていうですね そういうこう理論ですから。それで残念ながら、ソ連も崩れましたね。で、中国も、あの。まあ、社会主義とは言えない形崩れてますね。で、北朝鮮はもっとひどいですね。そうすると、マルス主義を選択して。社会主義を目指したですね。多くの人たちがいるんですけど。その人たちは今ね。頭を抱えているはずなんですよ。あの、資本主義社会に。変わる。新しい社会が。 本来なら形成されてなくちゃいけないんだけど、はいえー、それがどうもあまりパッとしないと、えー、でそういう中で25年前にその最悪の事態を私は知りましてでマルクス主義を選択した人間としての責任ですね、えー、それを感じてですねそれから一番大きいのはその,強制使用上の実態がひどすすぎるんですよ、えー、だから皆さんあのあの体験者の手記をですねし 北朝鮮の収容所を体験して、えー、その後釈放され北から脱出した人たちの手記が何種類かあるんですけどそれを読んででほしいんですね、はい、でそれ読まないとねい,いかにひどいところかが分かりませんので,でそれを読んだことによってわ私は今日までね今年が1919 19年からの100周年記念ということで。 1> 1独立運動からの100周年、まあ、こあの日本との関わりもも,も,もちろんございますので、まあ、その中で私も先生と以前もお話をさせていただきながら独立運動の宣言文ございますのであの中に非常に普遍的なあのまた日本人の私が読んでみるとすごく感動的な内容がそこにあって、まあ、その精神というものが今の 世界情勢とか特に日韓関係もそうですし南北の関係もそうですし非常にその精神を見返して学ばなくてはいけないんじゃないかなというのが私の中にあるんですけれども先生その辺の,あの独立宣言文の内容をですねかんかん見て特にあの宣言文の,あの33の民族の代表の方がいらっしゃいますよね。<laughs> ハン・先先生生ととかかイ・スンフン先生とか まあその辺の内容をですね。ちょっと触れていただいて、今日にこの与えられる意味というものをですね。ちょっと話していただければと思います。そうですね。あの今年の3月1日がその独立宣言が発表されてちょうど100年になるということで、はい、あのその時あの。お まあ縁ありましてですねあのソウルに来て大きな本屋で独立宣言文に関する参考書がいくつか出てましてね、えー、あのたくさんの独立宣言文が出ていたことを初めて知るんですね19。1919 19年3月1日の,あの独立宣言文だけじゃなくてね <laughs> あの学会でも出てるということを知りましてね、それであのまあ私はあの朝鮮韓国の金元大使もまあ大学で授業で教えたということがありますから、大体のところは理解してたつもりではあったんですけど、まあ特別その独立宣言文を 今年の、その、三月の折にはですね、よ,よく勉強しました。はい、で、まあ、執筆者は、まあ、チェナムソンという人が執筆したというふうに一般には言われてるんですけど。はい、でも、まあ、チェナムソンという人も、よく、まあ、あそこまでね。あそこまで、あの、素晴らしい、えー、宣言文をですね。起、え、草、ー、したんだなと。チェナムソンさんというのは歴史家の。 チェンナムソンさんですね。そうですね。えー、チェンナムソンですね。ね最南漸という人ですね。はい、あのもう,、うん、もう朝鮮に関する歴史や文化あらゆることをですねあのあのまあ勉強して、えー、それをあのシオマソにしたっていうまあ大変な啓蒙家ですけどまあ残念ながらあの千九百十年 にあの日本が朝鮮をしあの植民地にしてしまって、まあ、36年、えー、続くんですがその日本統治時代の、えーまあ、後半にですね、まあ、日本側にこう協力してしまったということでですね親、えーまあ、日派として、えー、解放後は非常に厳しい批判を、はい、あの浴びた一人ですね。李、えー、いうその あの文学者もです、ね、イグアンスっていう人もまあそういうところがあってでだけどあのそ,そういう親日派になっちゃった人でもあの1919年3月1日の,あの時点ではですねあの非常にあの、まあ、まさにあのこちらの朝,、まあ、朝鮮民族漢民族を代表するその知識人としてですねあのすごい高い あの認識っていうのをあの宣言文に匹敵することができたとですから多分まあ私もそうなんですけどあの韓国の人たちもですね親日派としてこう批判をこう受けてきたあの最南前チェナムソンという人がああここまでここまでこの。 その民族のですね民族の願いと誇りというものを表現あのされたんだとということで、あの宣言文を通してね、えー、チャナムソンという人のですね再評価がね起きてもいいようなまあな内容ではないかなと思いました。それ,ねえー、それであの特にその宣言文のエッセンスというか、特にごご存知ない方からすると。 ここだけはこういうことを言ってたんだっていうのはこのポイントっていうのはそのポイントっていうのはその自由と正義っていう言葉がですねあの宣言文の中のやっぱりキーワードだと思うんですね。でまあ、自由という あの理念というのか価値というのはですね、まあ、ますますなんか、まあ、現代にあってですねあのその価値が評価されてきているというふうに思いますがあのあの、まあ、もちろん国を奪われちゃったわけですからそれまであのあの朝鮮という国民族はあの他国のこう支配をこう受けたことがないと。 そのあの自負を持っていたようなんですただ、まあ、外国から見ますとモンゴルですね,ですねあのモンゴルがあのあの、まあ、中国大陸もこう支配してしまって元、えーまあ、という王朝を打ち立てます、まあ、短いんですけどそ,その勢いを買ってあの朝鮮半島にもですね、まあ、モンゴルがただそれをもちろん何度もこう 跳ね返すとい,いう戦いを朝鮮民族過民族がするわけですけど、まあ、モンゴル人は大陸の民ですから海が怖いんですね、うん、海が怖くて、はい、であのこちらの政府は高架島にですね高架島にあの本拠地を移してですねなおしばらく抵抗するんですけど、はいまあ、しかし一応モンゴルに屈服してしまうということはあるんですが。はいうん こちらの,あの韓国の人あ韓民族の人たち朝鮮民族の人たちからするとなんかモンゴルにこう支配されたというようなあのあの認識っていうか自覚よりもですね1910年から36年も近代現代ねう日本にこうあの支配されたということの方が、はい、ものすごくそのなんて言うんでしょうか 大きな傷をあのああの受けたという、まあ、それがあの、まあ、独立宣言文にもこう、まあ、反映されていましてですねそれで,であのそこであの「あのもう旧来の」っていうのは当時は新しい新しいその思想がですね世界史的にこの吹き始めてると。それがあの 例の、あのー、アメリカの大統領のですね、ウィルソン大統領で。統領のはい、あの、提起した。民族自決の。そうですね。はい、あのー、十四か条でしたか、まあ、はい、中の、その。民族自決ですね。それを、そのウィルソンが、こう、あの、えー、強調していたと。で、それで、あのー。 日本の支配を受けてたあの、えー、こちらの人たちもものすごくそれでこう励まされるわけですね。でその世界の思想が大きく変わってると。でか変わってるということを実感してそしてその中で旧の「旧来の」「旧来の」という,こう形容がついてるんですけどあの侵,略し侵略主義と強権主義ですか。はいあ このまあ、日本がですねそれを振るって、まあ、我が民族をこのあの、まあ、独立を奪ったというご指摘がありましてそこであの、まあ、侵略主義、まあ、一番の言葉はまあ侵略主義でいいんですけどあの、まあ、朝鮮民族漢民族はまあそれにこう負けてしまったということはあるんですけどしかしそ,のあのそれは非常に不自然な。 不自然なことであって世界の新しいそのあの思想主張にも全く合わないというですねそれをあのはっきりとあの宣言の中であの、まあ、日本をですね日本をはっきりと位置づけたわけですね、まあ、その侵略主義強権主義という形でそれであのあのその公約参照というその 宣言文の後に3か条をつけるわけですけどあの公約3その公約3条もですねその一条一条がこうとても素晴らしいんですねちょっとすいませんその今日御人が御人のこの「 この行動は正義人道生存繁栄のためにする、まあ、民族的な要求であってひとに自由の精神を発揮して決して排他的な感情に走ってはならないとこの公約3章の第1章にですねひとに自由の精神をこう発揮して。 で排他的ななな感情にです、ね、走ってはならない、えーまあ、日本に支配されているわけですから当然あの,あの日本を拒否,拒否するですね、えー、そういうあの感情がもう全身を,あのをこう通してそういう感情が発揮されてもおかしくないわけですけどあの非常にこうその意味ではあの今日読んでももう あの今から100年も前のその,あの指摘とは思えないぐらいのこうレベルの高さがありますね。そ,すねえー、それでですからあの「あの三・一独立宣言文は」は漢字語が多くてですねちょっとその、まあ、こちらの人が読んでもあるいは日本人が読んでもですけどあのすぐにはこう 意,意味をこうつかめないようなこう表現もあるんですが、まあ、しかしあ、まあ、9割近くはですねものすごくあのあの説得力のある分かりやすいあの言葉で書かれておりますのであの問題はそのこちらの人が「三一独立宣言文を」をいつもそれを読む。 それをこの、えー、確認するっていうことを,を多分あのな,なさっていくとかすることは必要だと思うんですけど侵略してた側の日本ですね日本人があの独立宣言文をですねやっぱり読まなくちゃいけないということを今年の3月1日に本当によく感じました。で今端的にというふうにおっしゃったんですけど それから、と、えー。特に日本とも、共にある、願っている、目指すべきものと一緒にやっていくんだと。排他というん、日本を、排撃するんじゃなくて、共に東洋の平和のためにあるじゃないですか。そうですね。そあそこに非常に感動ま、ね。そうです。そしてかつ、あの、まあ、日本にはですね、そういうこう責任もあると、えー、あの。 あのそ,そんなこう強権発動してね、えー、力ずくでこう抑え込むんじゃなくて、はい、あのに日本のもっとあの違ったいい役割をあのが果たせるはずだ、えー、そ,それを果たさなくちゃいけないという呼びかけまでしてますので、はい、それでまあでもその聞く耳も当時の日本は持たなくて、うん、あの 中国に対しても二十一か条条約を突きつけてですね侵略を始めますね。ですからあの三一宣言ではあの日本に対して呼びかけてもうあの我々の独立をあの認めてくれとそのもう日本の支配やめてくれと言ったはずなんだけど全く聞く耳を持たずにですね千九百四十五年まで行っちゃいますよね。そうするとやっぱり。 今の日本のあの政府っていうのかというのは本当に反省をしていないんじゃないかとその,その100年前にその宣言文の中で指摘されてた内容、提案された内容が今も理解できない状態だっいうことでしょうね,ょうねそう言われても仕方がないですね、はい、でですからまあそれはあのあのさっきもあ申したかなそのあの今の憲法っていうのは えー、戦前ですね15年間もこの、まあ、侵略戦争をこうあの続けた日本民族というのか、まあ、日本にはふさわしくないような立派な憲法なんですよね。もっと反省した上でだったらですね今の憲法を与えられてもいいんですけどその反省をこう十分しないうちにですね今の憲法がこう。 日本,日本の素地があまり変わってないんじゃないかというご指摘ですねそれがだですからあの今の日本の若者って18歳から選挙権をです、ねえー、行使できるようになったんですね。ことが出たばっかりの若者がですね最近の,あの参議院選挙にもあまり投票しなかったんですよ。うん、だから若者がですね 本当になんて自覚してね選挙っていうのは大事だとで投票しなくちゃいけないと我々選挙権与えられたと18歳から。だけど若者がねどれほどこうしっかりしてるかっていうことがねああいうその総選挙でこうあの立証されてしまうもんですからまあ我々世代としてはですねあのあれです若者だからこそ安心してていいということは言えないのであのまあその意味で。 まあ今回、えー、韓国からこう批判を受けてはでいますからね、まあ、この機会にですねあの、まあ、日本側は、まあ、どうなってるか本当にこう戦前のことを反省しているのか、まあ、平和憲法があるわけですけど本当にそれを守る意思があるのかそれがあのあの注目されている。 とところだと思いますので、はい、まあその意味では3.1独立宣言からですねやっぱ日本が学ぶべきものは何かということをそういうことをこちらの人たちが呼びかけてくださればありがたいと思うんですけど日本,日本人の内部でね,でね、えー、内部でそれをあのあの発言していかないとですね恥ずかしい。 と言わざるを得ないです。で先生あのその民族代表の中にいらっしゃったのはイースンフン先生とかあとは独立活動家のキングとかですね。あの当に影響を受けたアンチャンホ先生がいらっしゃいますね。アンチャンホ先生のその精神というものが今独立運動独立活動家にすごく影響を受けた。そのやっぱりこの その方のせあのアンチャンウン先生の精神強調した内容っていうのを見たときに非常に学ばされるものがあって今の韓国の方もそうでしょうし日本人もまた世界の人もあこれだったらみんな世界が一つになれるんじゃないかというものがあるんじゃないかなと思うんですけどその辺先生どうですか。そうですねあのあの1919 19年3月1日にアンチャンウンという人はアメリカにいたんですね,ねそれであの祖国でそういう 民族がこう一致しして決起した立ち上がったということをです、ね、アメリカでアン・チャンホはこの知りましてね<ー>それでものすごくアン・チャンホはあのあのものすごくか感激するんですねで,で同時にあの感激ばっかりはされずにこの心も非常にこう痛めるわけですがそれなぜかといったら。 日本がどんどんそ,のそういうあの運動に対して群、えー、馬でですねあの弾圧を加えましたからたくさんの人があの負傷しあるいは亡くなった人もいますのでそういうアメリカにいてですね自分の祖国でそういう運動がお起こったことを非常に彼はあの喜び感激しつつもですね 同胞たちが痛めつけられていることに対してあの心をこうそれでアン・チャンホーという方がこの「三・一独立宣言」を知ってですね、まあ、あのアメリカで彼は演説するんですけど、まあ、その演説文というのもまああの翻訳して私読んだんですがあの、まあ、アン・チャンホーという人はあの,あの うん、1896年にですねあのアメリカから帰ってきたソジェッピル助裁室っていう人が独立教会っていうのを作ってね独立教会運動を始めるんですねあの独立っていうもの,ものすごく大事なんだっていうことでそれでアンチャウホもそのメンバーになるんですよね。 李承晩という人もそのまあ、メンバーになるんですけど、はい、ところがあの時のあの朝鮮王朝政府がそのソジェピルっていう人は大統領制を志向としてると、うん、あのそそそのそれはデマなんですけどね。<ー>それでその時の国王の光宗という人がこう激怒してね、で独断強権潰しちゃうんですよ。はいはい、それがねあの朝鮮民族にとって の第一の悲劇ですねあの独立教会運動ほど大事なものはなかった。で、まあ、だけどあのアン,アンチャンホはですねその後はアメリカに5年ぐらいですかねこの留学してそれであのそ,そ,そしてこうあの祖国が今度は1905年にですね日本が保護国にしちゃって。 ということをアメリカでこう分かって急いで帰ってくるんですね。はいはい、それで帰ってきて彼はどういう運動を始めたかということなんですけど、その彼がアメリカに留学しているときにですね、あのアメリカにまああの同胞たちが何人かあの、えー、そこにいてですね、商売をやってたんですね。まあ朝鮮人参を売るとかなんとかね。はいはい、でそれを見てて。 どうもなんていうのかこうあの秩序がないと、うん、その商売の仕方も含めて、はい、それから生活の仕方もね、うん、で生活改善運動を彼が始めるんですね、はい、アンチャンホが、はい、アメリカに行って、はい、それで,で帰ってきてやっぱりそういう運動を彼が一貫するっていうのは、はい、そ,のそ,それで、まあ、1913年ですかね14年粉鎖弾っていう。はい で死を起こす粉砂団っていうのを組織を作るんですけど結局一人一人の人間がしっかりし,しなきゃいけないとそういうあのことを彼はあの主張し実践するわけです。それでアン・ジャンの思想を、まあ、あの私もあ,のあれですね、えーまあ、10年ぐらい前になってやっとこさこう知るわけですけどあの普通のあのあの えー、知,知得・体という言い方するんです、まあ、あの日本なんか特にそうですけどね知力徳育、はいえー、体力と、はい、そのまま3つが必要だ最初にこう「知」っていうことを、はい、あの日本なんかでは指摘するんですねところがところアンチャン法は徳と体と知というその順序で。 まず徳徳を持たなくちゃいけない。それから体力っていうのはまあ健康な体でなくちゃいけない。でその知力も必要だ。徳対知という順序でですね、あのあの人間を形成しなくちゃいけないと言ってるのがあの非常にあの常識的でないんですよ。それであのまあそしてあの。 まあ、徳とは何だっていうことを、まアンチャンフは質問を受けて答えてはいるんですけど、もちろん道徳の徳でいいんですけど、あの人に対するこう思いやりですかね。あの定義っていう、あの言葉を使っているんです。これがちょっと難しい漢字なんですけど、定はまあ感情の定ですね。だ義っていうのは、ごん,んにあの、あれです。浮かん盛りをつけて下にこう、なんていうんでしょうか、この、あの、あ、はいはい。 宣伝「上儀」上義っていう言葉は、まあ、漢字語でな,なかなか訳しにくいんですけどまあ「思いやり」っていうことでいいと思うんですね他者に対する思いやりでそれをあの一番彼はあの大事にしたんですねアンチャンホという人は。それでそのあのわ私はですねあの,あの,アンチャンホの 思想だと思うんですけどあの独立運動家で有名な人にキム・キムグっていうキンキュという人がおられましたでその日本統治時代からもちろん独立運動をずっとやってるわけですけど、えー、上海のできた上海臨時政府の一員にもなってで あのその後、まあ中国でですね独立開封のための,この準備をすされたでその人が解放後帰ってきてですねそれであ,のあれです結局あの南半分、まあ、分断されたってしまうんですけどその南半分の,その指導者 誰にしたらいいいのかっていうとうころで、まあ、ソジュピルという人が一人いたんですけど候補者があの。でも結果的にはイスンマンリ・ショーバンという人がこう大統領になっちゃうんですね南では。であの特にリ・リショーバンの意思でキ,キムグという人はこう殺されちゃうんですねあの暗殺されちゃうんですね。ですから、まあ、そういうい悲劇 の人になるんですけどキム・グの自叙、えー、伝「伝記」に「ペッポン・ギルジ」という有名な作品があるんですがその最後に「私の願い」という部分がありましてこれはそのキム・グの自叙伝は李光州イ・ゴアンっという人が全部執筆したこというふうに言われてるんですね。でわかりやすい文章で。ですからあのペッ その私の願いっていうのはまあ伊願祖という人が実際書くわけですけどそ,のそれはキム・グの思想としてえ一般には知られているわけです。でも私の願いという部分を読みますとねあのまあ簡潔に言いますとねこういう内容なんですけどまあ神がですね神様があなたの 願いは何だってこうあの神から聞かれたら「朝鮮民族の独立です」と「我が民族の独立ですと」とで神が「じゃあ2番目の願いは何だ?」っ言ったら「我が民族の独立ですと」とで3番目の願いは何だって聞かれたら「それも我が民族の独立です」というあのところから始まるものですがものすごく印象的なんですねその私の願いは。えー でその次にあのあの私たちの心をこう捉えるのは「あの私はその我が民族が軍事的に経済的にその強国強い国になってほしいとは思いません」と「軍事的に経済的に強い国になってほしいとは思いません」て言うんですよね自分の国が。 限りなく願うのは文化的なレベルの高い国になってほしいということを言うんですよ。はい、でまあ私の願いの中のそれはハイライト一番の部分ですね。軍事的に経済的に強い国になってほしくない、はい、欲しいとは思わない、はい、文化的にレベルの高い国になってほしい。うん、でその最後はですね老人も あの子供もみんなこうスマイルですね、微笑みをいつも持っててほしいとでまあ微笑という微笑みの国であってほしいっていうんで終わってるんですよ。そうするとねあのこれキムグの金武の思想であるかどうかってちょっとあの疑いが出てくるわけです。でキム武っていうのはあの。 上海でね、えー、テロか何かを指導する人なんですよね。日本人の多くはそういうふうに印象を持ってますよね。ねえー、で、だけど金武もあの上海の臨時政府、千九百十九年の臨時政府でアンチャンホと出会ってるんですよ。えーはい、イグアンスリリコーシュという人も出会ってるんです。はい、だからアンチャンでアンチャンホはその上海臨時政府で事務総長みたいな形に最初選ばれますね。えー、かなり大きな、はい、あの影響を与えた人ですから、そこで あのキムグもリコーシュもアン・チャンホと出会ってるもんですからそれであのキムグが帰ってきてですね電気の後半部分を書いて書いてくれ私の願いで書いてくれって言った時にですねあのイ・ゴアンスがですね今のようなことを書いたこれは僕は中身はアン・チャンホの思想ではないかという仮説,仮説を持ってるんですが、まあ、ですからそ,のそ,のそこで考えたことはそのアン・チャンホっていう人は あの全ての人がですねさっき言ったように徳と体と知ですかが立派な人間でならなくちゃいけない全ての人が朝鮮民族漢民族全ての人が聖人にならなくちゃいけないっていうんですね、うん。うん、でこれものすごく時間がかかるわけですけどでそれをですね私がこうあの近年になって読みますとね 私はまあ学生時代青年時代に社会を変えなくちゃいけないあの資本主義社会を変えなくちゃいけない、まあ、マルクス主義で社会変革しなきゃいけないそういうことを考えてた人間ですねだから社会構造っていうのがよくないからそれを変えなくちゃいけないという発想で来たんですけどだけど結果的に1917年にまあソ連で革命が起きて歴史があるんですが 良くななってないんですよね、うん、そうするとやっぱりその組織を変えるにはですね、うん、人間が個人が変わらない、えー、人間が人々の人間がやっぱりしっかりしなくちゃいけないです、えー、そうするとねもうこれから、まあ、早くできるだけ早くいい社会になってほしいっていう願いはあるにしてもね、うん、あるにしてもに人間がこうしっかりしないとダメだから。 とアンチャホの思想がこう生きてくるんですよ。ここにすごく普遍的なこの目指すところがあるってことですよね。すね個人として。そうですね。えー、まあ最後にっていうんでしょうかね。あのあのこれは今日本人日本の問題としてはですね。はい、あのいわゆるその武力武力にものを言わせた歴史があるわけですね。はい、イムジンウエランと秀吉の朝鮮侵略。それから1900 5年に朝鮮を保護国にし10年から併合してしまったとっいうあの歴史がありますねで、まあ、軍国主義の歴史があるわけですこれをですねあの本当にあのこのその精神そういうあり方を直すにはですねどうしたらいいのかということがありましてでそれが今の憲法なんですよ。憲法 平和憲法第9条の平和憲法さっきの世界人権宣言はあのもう普遍的なあの思想にあふれてるわけですが日本国憲法もたくさんあの人権条項があります世界人権宣言はあの兄弟みたいな憲法なんですよね。でそれのもとで70何年っていうか生きてこれたわけですからこれをこう身につけてですね身につければ。 戦前のような軍国主義のそ,それはもう繰り返さなくてもいいようになるはずなんですけどそれが本当に大丈夫なのかっていうことは今問われてますからですからあのその日本にとってのその問題あのいやそれがさっき今天皇制ですね天皇制の問題をこう日本人としては解決しなくちゃいけないんですけどそ,その2つを解決するためにも まあ、アンチャンホとかそれからあの,あ,のあれです朝鮮独立の将のですねあの人ですね、えー、ハリョンウンですね菅まあ武教徒ですけどこういう人たち の生き方なり思想からですね、あのそれは学ばなくちゃいけないというふうに私は思っているんです。はい、それで、ただあのまあ時間もありますので、あの最後にですね、今日本と韓国とのあの関係がこう悪くなってるっていうことがあって非常に残念で、これは日本の側の責任が大きいんですけど、日本政府のですね、あのやり方に一番の原因があるんですけど、あの日本と韓国の人がですね、一緒にや今 手を打材でやらなくちゃいけない問題があるんです。はい、それは何でしょうか。それはねあのあの北半分のですね北朝鮮のひどいこう人権侵害のあのあのこの状況をですね。はい、これ早くあの解決しなきゃならないという課題があるわけですね。はい、で2500万人あるいは2400万人と言われてますね北朝鮮の人口がで韓国はあの 長い時間をかけて多大なあの,ちあの何て言うんでしょうか犠牲を払ってね今のようなこう立派な国になりましたね韓国は、はいええ。それで今韓国とその、まあ、北,北朝鮮とのまあ統一の課題が提起されているんです、はい、今になってではないんですけど、はい、でこの南北の統一を考えるためにもですね 北朝鮮の側にです、ね、あのこう人権というんでしょうかねこう人権がこうそこに確立していないとです、ね、統一というのはやっぱり、はい、あの難しいだろうと思うんですね。はいはい、でそのためにあの韓国の人はです、ねあのま、北朝鮮の人権状況が改善されるように、ま、当然努力されると思うんです韓国の。 そのあのなんで朝鮮半島オ半島がこう38度戦で分断されたかといったらですね、うんはい、36年日本が朝鮮を支配し,したということがあってで日本が、ま、あの負けますね。はい、それでドイツのようにこうこう、はい、その日本が分断されてよかったはずなんですけど日本の真ん中でですね それがあの日本の場合には奄美沖縄が分断されたっていう一部分だけが分断されたで問題はその朝鮮半島が38度で分断されちゃったこれは日本の責任なんですねまず。であのその後こう冷戦態勢になってあの社会主義権と自由主義権資本主義権がこう戦いをこう続けるとその中で朝鮮戦争も起きちゃうんですけど。 だけどその北朝鮮がですねあのマルクス・レーニン主義で国を作ってたんですけどそれを捨てて近隣性主義に変わってで1967年からは、まあ、唯,一唯一思想っていうものをあの息子のキム・ジョンイルが打ち出してですね、はい、お父さんの父親の神格化,化を図ってますますひどい国になっちゃったんですよ。です、えー、でしかもそれをあの一切公式的にはな 認めませんね。それぐらいひどいところですから。だからあの金ムス子の金ムジョンイルはそれを徹底的にあのベールに隠す秘密にしなきゃいけないのはその実態が世界に知られたらお父さんの権威に傷がつくと。ね、それは、えー、非常に海外の目は気にしているわけですね。もちろんですよ。はい、それでまあですからあのまあで強制収容所があることによって。 北朝鮮の若者は立ち上がれないんですよ、うん、なぜかといったらあの血縁的連座性というものがあってですね<ー>その青年が捕まりますねそしたらその血縁関係にあるお父さんもお母さんも妹も弟もみんな収容、ええ、所にれ、ええ、それをキム・イルソンが1968年にですね、うん、反革命分子は、うん 3代にわたってその種を絶やせということを金日成が言い出しましたからそれでこの血縁的連鎖性が始まりましてねそれであの,あのまあ収容所があるためにそれが北朝鮮の恐怖の根源ですからそれであの北朝鮮はいまだ,未だにああいう体制が続いているとですからそれをですねその強制収容所の実態を知ったらその日の夜からねもう その体験記を読んだ人は声を上げます、はい、でそういう形で、まあ、韓国の人も日本人もでもちろん国際的には大きな高まりをあの、はい、ができてですね一昨年までですね、まあ、北朝鮮の強制使用所をなくせという大きなこう運動が巻き起こってたんですけど残念ながら去年ねあの今のムン・ジェイン政権とあの キムジョンがですね、こう4月27日に反問点であのメッセを出したりそのことは触れないようにしている感じですね。そうですね。えー、そうなんです。だからね、これはあのできるだけは早くその強制収容所問題中心とした北朝鮮の人権侵害をやめさせるねために両国が力を合わせれば、えー、合わせればあのとてもいいね。 あのつまり北朝鮮とはそれがすごく弱みだというのは自分たち分かっているわけですから日本や韓国や周囲の国がそれをやっぱり言い続けるということはすごく彼らにとってはすごく弱みを握らあのこ指摘されているので何か変わらなきゃいけないというのが、ね、い3代目のキム・ジョンウンという人の時代になったんですけどあのキム・ジョンウンという人は何の成果も上げていないとただ上げてるとしたらミサイルの開発核の開発だけなんですね。はい でそちらに金を使いますから食料に回らないんですよ。であのまた何て言うんでしょうか第2の,あの食料危機が将来こう出てきたと今経済制裁されてますからねこれはものすごい必要なことなんです。それであのあのミサイルとか核で自分たちのあれを守るんじゃなくて国民にですねその,その食料を供給してね 供給してあのあの体制を維持するんだったらわかるんですけど、それをやってないでしょ。うんね、だから金正恩という人には人気がないんだそうですよ。北の中で。ですからあのそれをですねあのあの北が一番このあの弱みになっているその人権侵害とか収容所の問題をですねあのどんどんこう問題にしていってですね。 そうするとそうするとあれですだからまあそういうまあそういうことであの,あの日本と韓国の関係が今悪化してはいますのでその責任は日本にありますから私たちはかえってもちろんその,そのことをあの是正するような努力あのしていきますけれどももっと積極的なね あの問題は今の、まあ、北朝鮮のですね人権状況を一緒になって一緒になって共通の課題ととして取り組んでいくと、えっと、私はねあのあのさっきアンチャンホの人アンチャンホという人ですねそれからハ,ハニョンウンという人についてはちょっとあまり触れられませんでしたけど漢民族朝鮮民族が生み出したですねこう素晴らしい人たちが何人もいましてね、はい、でその思想はあの すごくレベルが高いんです。三一独立宣言文もそうです。で、それをですね、あの日本人が意識して。そのし存在を知り、勉強していけば。まあ、この努力がちょっと不足してるんですけど。どまあ、そのためにね。ええ、まあ、私もあのい,いろいろ。ものを書いたりしてですね、まあ。頑張っていきたいと思います。わ、はい、かりました。ありがとうございます、まあ。今日は本当に素晴らしいお話を聞けて。いえいえ あの多くの日本の方あと韓国の方にも知っていただきたいなと思いますので本当に今日はありがとうございました。いえいえ